なんだかほっとする。空が赤い。朝焼けだね。はい。朝焼けは太陽の光が低く斜めに長く大気を通過するとき、その光が小さな塵にぶつかって散乱することによって起こる現象です。今日は風が強いですから、きっとたくさんの塵が舞い上がってことさら赤く見えているのだと思われます。聞いていますか？うん、赤くてすごいね。そうですね、綺麗ですね。綺麗。そういえばさ、聞きたいことがあるんだけど。はい。使用者のお役に立つことが PF の使命ですから、何なりとお聞きください。あのさ、銀色の髪をした女の子を見かけたりしなかった？銀色の髪の女の子ですか。お待ちください。今データベースで検索を。その電力不足でデータベースの圧縮済みファイルへのアクセスは控えておりまして、すべての記憶を操作したわけではないのですが。知ってるの？はい。あ、いえ。どっちさ？どうやら、私の確認できる記憶の中で、銀色の髪の女の子は、見たような、見ていないような、見たような、いや、でも、見ていないような。そっか、見てないのか。でも、その女の子がいる場所の予測は可能です。というか推測なのですが、他に人がいるとすれば、先ほどの駅から続く地下の商店街がありまして、そこは大変賑わいのあるところでしたから、あるいは。人がいるかもしれないの？はい。かつては賑わった場所ですので、ひょっとしたら、いるかもしれません。その商店街にはどこから行けるのさ？先ほど我々が通ってきた駅の2階から地下商店街への通路が伸びています。しかし通常
その通路をロックされています。でも大丈夫です。おそらく、その通路の鍵は、この先にある倉庫の中に保管されていると思われます。80% の確率で。わかった。この先にある倉庫に向かえばいいんだね。そうです。倉庫の中で、金メッキの細長い鍵を見つけてください。その、くれぐれも気をつけてくださいね。うん、わかってる。声がする。うわ。なんだ。お母さんじゃないんだ。あのさ、鍵を探してるんだけど。知らないよね。ねえねえ、遊んで遊んでってば。あなた、人の話を聞きなさい。私たちは金色の鍵を。お話ちゃんと聞いてるもん。鍵ってこれのこと？金色で細長い。あの鍵である確率は 97% です。その鍵さ、その、ちょっと貸してくれないかな？我々には大切な用事があるのです。お願いですから。やだやだ。だってこれピカピカで綺麗なんだもん。わがままを言わないで、それをこっちに渡してください。どうしましょう。
遊んで。え？じゃあ、何して遊ぼうか。じゃあ、かくれんぼ。かくれんぼ？そう。あたしが隠れるから、お兄ちゃんが鬼ね。で、お兄ちゃんが勝ったら、この鍵あげる。ここは言うことを聞くしか。ないみたいだね。よし、わかった。かくれんぼしよう。じゃあ私隠れる。もういいよ。You can't find me. You can't find me. You can't find me.
また見つかっちゃった。次は今度はお兄ちゃんの足音がしたら逃げるからねーだ。君もかくれんぼ上手だね。見つけるの大変だったよ。ほんと？かくれんぼ得意。かけっこは苦手なんだけど。あ、それからね、お兄ちゃん、これあげる。約束だから。ありがとう。じゃあこれ代わりにあげるよ。駅の中で見つけたんだ。あ、これお母さんの、お母さんが作ってくれたやつ。お母さん、お母さん、迎えに来てくれたの？ごめんね、ずっと一人で寂しかったね。お母さん。ん？なに？お母さん。はいはい、なに？お母さん。ん？今度は一人ぼっちにしないでね。ん？約束。約束。行っちゃったね。また一人になっちゃったかな。いえ、正確にはあなたは一人ではありません。そうか、うん、そうだね、君がいるものね。はい。
ちょっと休もうかな。あなたと会う予定だったのに、もう会えない。世界が終わり、世界が目覚める。これが見つかることはない。もしこれが見つかったなら、目覚めた世界はどんなのだろう。星はまだ空にありますか？月は空に昇っていますか？なんだかホッとする。予想外だよ。
おお、これはこれはあなた様でしたか。ではでは、ごきげんよう。これって。
なんだかほっとする。うん、そっか。
うやって炎を見てると落ち着くよね。この先から商店街に行くことがあります。くれぐれも気をつけてくださいね。うん、わかってる。でもきっと大丈夫だよね。君もいるし。はい、もちろん私がついておりますしね。ここはかつて、にぎわいのある商店街だったのですが。なんだか、ずいぶん壊れちゃってるみたいだね。断続的に続く地震の影響だと推測します。はい。とにかく、あたりを探してみようよ。
箱の中には意外に脆くて何度か叩くと壊れるものもあります。ほら、あれなんかちょっと叩いたら壊れちゃいそうですよ。あれ、箱の中に何かある。すごい、すごいね。ここに鍵があるの分かってたの？え、いや、ええ、もちろん分かっていましたよ。すごいね。なんだか君といると何でもできちゃう気がするよ。いや、それほどでも。ははははは。
首。これ、ひょっとして…なんだかほっとする。ちょっと休もうかな。僕、独り言増えたかな。お会いできて光栄です。また何か譲っていただけるのですかな。ではでは、ごきげんよう。